さあ、今日は皆さんもおそらく知っているであろう公園にやってきましたよ。じゃじゃん、マミアナ公園です。以前見て4時間テレビの時に、でも男の人いたよね。ここに立ってた男の人一瞬でいなくなっちゃった。なんかタバコを吸ってるような感じの仕草をしていたな。ここにね、いないね、誰もいない。まあというわけで、以前 2.4 時間テレビの、24カ所スポット巡りの時に、ご紹介したマミアナ公園、夜来てみました。やっぱ昼間はね、結構家族連れとかが多かったりするので、夜誰もいないですね。カラフルな遊具、ブランコ、このブランコ変わってるな。なんかそんなに広くないんですぐ見終わっちゃうんですけど、ここはね、一応見とかないと。暗くて見えないですが、ライトつけてみました。マミという動物の住んでる穴があったっていうことなんですよね。マミっていうのが、まあタヌキのような、あ、待って、行けるようになってるじゃん。タヌキのような、何なのか。こんばんは。お供えに触らないでください。この間は行けなかったんですよ、ここ立ち入り禁止になってて。感動。待って待って、さっきの男の人今度はこっちにいたよ。めっちゃこっち見てた。もうね、服装もバッチリ、白いシャツの上に黒いベスト着てる男の人、黒いズボンで、20代中盤ぐらいかな。どういうこと？ありがとうございました。ドキドキ。お花がいっぱい、ちょっと枯れちゃってるかな。人はね、誰もいないんですよ。たまに通り抜けてく人がね、ここいるぐらいで。そして噴水、水がきれいです。ちょっとね、今日ねご飯食べる時間がなかったから、ここでご飯を食べようと思います。検証も込めてね。じゃん、最近ハマってるパン、美味しいよ。というわけで、いただきます。ごちそうさまでした。特に何も起きなかったような気がします。あの男性も現れませんでしたね。何だったんだろう。
昼間よりはじっくり見れました。というわけで以上、うまみやな公園でした。またねー。